マーマレードどうぞ。毎度ありがとうございます。うん、母さん、もうユウは帰ってきてるだろう。ええ。ユウ、ちょっとお店のお手伝いしてちょうだい。ユウ、帰ってるんでしょ。はい、お待ちどうさま。何かな。わっ、わー、ユウ、忙しいのよ。お手伝いしてちょうだい。何してんだよ、早く来いよ。この手の店苦手だな。なこと言ってる場合かよ。ユウに紹介してほしいんだろ。これ早く行けって。なんてやつだよ。っしゃ、どうしよう。中格好してるんじゃ。ちょっと、あのな、こいつ如月緑ってんだけどさ。緑さん。名前は言うなって言っただろうが。この忘れてた。ユウ、どこへ行っちゃったの。ごめんね。えい、そう。こら、待て。トシオくん、捕まえて。はぁ、はい。母さん、お客さん並んでるよ。ユウが脱走したわよ。まあ、遊び盛りだ。仕方あるまい。あなたのローラースティック使ってよ。何？親のおもちゃを勝手に使いよって。帰ったらお仕置き。ごめんなさい。競馬場方面へ逃走中。お、どうした、コードが溜まってる。
な。頭悪そうだな、こいつ。聞こえるわよ。ちょっとお尋ねしたいんですけど。攻撃してくるぞ。まさか。見ただろ、俺ごめんだね。早く船に戻ろうよ。そうはいかないわ。ユウ、帰ろうよ。おーい、船の人、出ておいでよ。お話ししようよ。はいはい。わ、猫だ。猫じゃねえよ。わ、喋れるんだね。私、森沢優、はじめまして。これはご丁寧に。ところで、あなたはあの船が見えるんですか？うん、見えるよ。うそ。見えるもん。大きなキラキラの船だよ。見えてる。見えてる。
は何？ヘザースターの記憶です。ヘザースターの？誰でも知っているが誰も知らない。最も近くにありながら最も遠くにある。謎謎みたい。どうぞこちらへ。お前ね、見て船が行く。船？夢でも見たんじゃないの？夢みたいだけど夢じゃない。2匹は君の相談役に置いていく。ユウ、1年後与えた力が消える日にまた会おう。うん、冗談、俺も帰るぜ。置いていかないでくれよ。1年経ってすぐよ。うわ、まただ。ここ気に入った。パパ何、うん、ちょっと変わった猫だねこれ。そうかしら。普通ずいぶん変わってるわ。あら、この子たち言葉が話せるのよ。猫にはそう感じさせる神秘的な何かがあるからね。でもこんな猫っているかしら。いるよ、ほらここに。そうね、可愛いから許すわ。あ、いいだろう。お母さんもお父さんもわからないんだ。年老に船が見えなかったみたいに。おやすみなさい。
って何？なんだ、そんな字も読めないのか？なんか、キャノって書いてあるんだよ。キャノ？ねえ、これどうやって使うの？これ知ってる？物差しじゃなさそうだし、バットでもなさそうだし、これは？これはだな、これはだな。読めるの？もちろん、船の中にいた時は読めたんだけど忘れちまったな。なんだその目は？じゃあこれ。忘れた。読めないんだ。ん？えい、えい、だだ、だだ。これもダメ。読めないなら読めないって素直に言えばいいじゃない。やっかましい。あ、これなら読める。それしか読めない。噛むぞ。読んで。パンプルピンプルパムポップン。それだけの字でそんなに。あ、疑ってるな。そうじゃないけど、パンプルなんだっけ。パンプルピンプルパムポップン。ピンプルパムポップン。はあ、これじゃ使えるようになるまで1年経っちゃう。棒の使い方に問題があるかもしれないわ。そう、棒の使い方に問題がある。じゃあ、パンプルピンプルパムポップン。決まった決まった。覗いてごらん。背が伸びたみたい。わっ、これが私。わっ。おい、ユウ、まだ起きてんのか？いけない、うん、中に潜って息苦しくないのか？うん。私だってレディーなんだから、お父さん出てって。あいつあんなに大きかったかな。魔法の使い方一つ覚えましたね。魔法なのか。でも何に使ったらいいのかな。私、魔法の力が珍しくて朝が待ちきれなかったわ。早速変身して街へ出かけたら、芸能プロの人にスカウトされちゃった。スターの綾瀬めぐみさんの代わりにすぐテレビに出て歌いだって。次回、スター誕生、お楽しみに。